古代ローマの奴隷古代ローマ社会において奴隷は社会、経済分野で重要な役割を担っていた。肉体労働や接客業務だけでなく高度な知的労働にも従事していた。例えば教師や会計士、医師は多くの場合奴隷が従事する職業で、これら高度な知識が必要とされる業務は多くの場合イギリシア人奴隷が挙てられた。それに対して、 能力の劣る奴隷は農場や鉱山で支役されていた。古代ローマの奴隷の用途は極めて多岐にわたる。主に都市の邸宅で支役される家内奴隷と地方の奴隷制農場などに用いられる支役奴隷に大別される以下詳細を述べる。このように奴隷の仕事が多岐にわたったのは古代ローマの市民が労働によって 報酬を得る職業を非戦なものとみなしたからであった。たとえ国家の役人であっても、報酬をもってこの職業に就くことははばかられたのである。ジャン・レオン・ジェローム、ローマの奴隷販売、エルミタージュ美術館奴隷は、戦争捕虜や奴隷が生んだ子供が主であったが、中には、ローマ市民を含む自由人が経済的理由で自らを売って奴隷になったり、同様の理由で売られた子供が奴隷となることもあった。 海賊によって拉致されたり、捨てられたりして、身寄りのない子供が奴隷となって売られることもあった。なお、自由人である主人が奴隷女に産ませた子供は、法律上奴隷であった。奴隷市場で取引される、成人男性の奴隷一名の価格は、約1000セステルティウス、女性の場合は、約800セステルティウス程度であり、これは、 ローマで一夜四人の年間の生活費と同程度の価値であったとされる。40歳を超えた男性や14歳以下の少年は約800セステルティウス、老人や幼児は400セステルティウス程度であったとされる。この価格はアウグストステイが奴隷取引に2%の税を課した時の税収並びにディオクレティアヌステイの最高価格例にある奴隷と 小麦の交換比率をもとに推定したものである。なお、奴隷の価格は受給関係で変化し、大規模戦争に勝利し捕虜が大量に供給されたら、下がるなどの変化があった。奴隷は主人の所有物であり、主人は奴隷の生殺予奪の権利を持っていた。ただ厳格なか不調性があった古代ローマにおいては、家不長は自分の妻や子に対しても、 同様の権利を行使することができ、そうした意味においては、奴隷も家族並みであった。自由人のように、法的権利はほとんど認められていなかったが、都市部の奴隷は、金生や物などの個人財産を持つことや、事実婚を行うことは一般的に認められていた。しかしながら、犯罪の疑いがかけられた奴隷に対して、主人が拷問の正当性を証明できた場合は、 証言を引き出すための拷問は認められていたし、主人の殺害については近くにいた、奴隷全員を処刑することも一般的であった。また、性的虐待も法的に問題はなかった。上流階級である主人の多くは、ストア哲学の考え方に影響を受けている場合が多く、哲学者セネカのように、奴隷も自由身分の使用人と同じように適正かつ、 公正に扱うべきと考える人も現れるようになった。低世紀になると主人の暴虐を理由として神殿に逃げ込む権利などが認められるようになった。老いたり病気になったりして死役に適さなくなった奴隷についてローマではティベリス川の中洲のティベリーナ島に捨てたとされる慣習があり、クラウィウステイがこれを禁じようとしたとの記録もある。このように 資産価値のなくなった奴隷の扱いは良かったとは言えない。主に都市部の奴隷は、懸命に、誠実に仕事に取り組んで主人によく支えれば、いずれは解放されると期待することができた。この解放されるまでの期間は5から6年から20年近くと、大きな幅があったとされる。農村地帯で支役された奴隷は、農場管理人を除いて解放されることなく、 死ぬまで奴隷として働いたと考えられている。古代ローマの奴隷制度は、大勢の人間を外部からローマ社会に取り込むための仕組みでもあり、解放された奴隷の子供の代には、ローマ市民権を得ることすら可能であり、後に解放された奴隷自身にも市民権の獲得機会が与えられたが、処罰を受け足かせをつけられたり、落印を押されたりした経歴がある奴隷は、 アエリウス・センティウス法により解放されて自由人になってもローマ市民権は得られなかった。また、主人が一度に解放できる奴隷の割合を制限する、フフィアカニニアポーなどもあった。奴隷は、主人の決定や遺言により、また、奴隷自身や、第三者が主人に対価を支払うことで、解放された。解放された奴隷は、解放奴隷と呼ばれ自由人となるが、解放後も、 元主人やその家に対して様々な義務を果たすことが法的に決められていた。この場合の主人をパトロネスと言い,い解放された奴隷をクリエンテスという。解放奴隷の中には皇帝のファミリアの一員として権勢を振るった者や学者や作家として優れた業績を残した者もいた。共和世紀には奴隷制度も安定せず、 奴隷による抵抗が大規模な反乱を引き起こしたものもある。その中でも大規模なものは三度の奴隷戦争であり、スパルタクスが引き起こした第三次奴隷戦争は有名である。低世紀に入ると大規模な反乱は起こらなくなり、日常的な嘘、ごまかし、怠慢、化病などといったささやかな抵抗になっていった。上記の通り、高度な知識を持った奴隷が知的労働者として、 高額で売買されると、それを目的として、高額で転売する目的をもって、自分の所有する奴隷に高い教育を施す例も多々、見られた。商業を無別し農業に立ち返ることを主張した大加藤も、才能がある奴隷を見出して、教育を受けさせ、高額で転売することに限っては、離職として認めている。ガイウス・ユリウス・カイサルの家庭教師は、 ギリシア人が最高とされたこの当時において、ロードス島で教育を収めたガリア人であった。当時のガリア人が自発的死でロードス島で教育を受けたとは到底考えられず、奴隷になった後で所有する主人の意向で教育を受けさせられたものと考えられる。ありがとうございます。